タブレットの上部には様々な設定が割り当てられるファンクションキーがあります。標準設定では左上から順にシフトキー、オルトキー、右側にはコントロールキー、ウィンドウズキーが割り当てられています。ファンクションキーはご自分の使いやすい設定にカスタマイズすることもできます。コントロールパネルにあるワコムタブレットのプロパティから変更が可能です。ファンクションキーの表示を無効にするには、ワコムタブレットのプロパティのタブレットタブを選択し、エクスプレスビューを表示ボックスのチェックを外します。